皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃいますか ?BTS のジョングクは、特に日本で、再び国際チャートで優位性を発揮しました。日本のビルボードでの記録破りの成功は彼の絶大な人気と音楽への献身の真の証です。この説明では、ホット1 0 0チャートとアーティスト100チャートでの業績に焦点を当てて、 ビルボードジャパンでのジョングクの輝かしい旅を探ります。1曲や2曲ではなく、合計10曲のジョングクの曲が日本のビルボードホット100チャートにランクインし、この素晴らしい才能の力と世界的な魅力を示しています。すべてはジョングクの最初のソロシングル、7、のデビューから始まりました。この曲はファンの大きな期待とともに発売され、高い期待に応えることができました。 7は、ビルボードジャパンホット100を含む様々なチャートですぐに上位にランクインしました。それだけでなく、7は K-POP ソロ曲としてチャート最長記録を樹立し、合計53週間チャートインしました。これは、日本と世界中のジョングクのファンからの支持がいかに強いかを示しています。7は週を追うごとに関連性を持ち、様々な音楽プラットフォームで再生され続け、 この曲が永続的な品質を持っていることを証明しました。7の成功はジョングクがソロキャリアでさらに探求する道を開き、世界で最も影響力のある K-POP ソロキングとしての地位を固めました。7の成功後ジョングクは同様に興味深い他の曲を続けました。スタンディングネクストトゥーユーはその一例です。 この曲はビルボードジャパンホット100チャートで14週間滞在しジョングクの人気が1曲に限定されないことを示しています。スタンディングネクストトゥーユーは他とは違うものを提供しながらも日本の音楽ファンの注目を集めることに成功しました。その後まもなく 3D がリリースされ絶賛されました。ビルボードジャパンホット100チャートに12週間ランクインした後、 3D は日本の音楽市場で成功したジョングクの曲の長いリストに加わりました。この成功はジョングクが韓国と海外の両方で人々に愛される音楽を作り続ける能力を持っていることを証明しています。ジョングクの成功はそこで止まりませんでした。ジャパンホット100チャート、このコラボレーションはジョングクの歌手としての多彩さだけでなく、 国際的なアーティストと協力しながらも大きな成功を収める能力も示しました。その後、ワールドカップのテーマソングの一つとなった Dreamers ーーがあり、日本のビルボードチャートで5週間ランクインしました。この曲は、世界的なイベントに完璧にマッチした活気とエネルギーをもたらしました。これはジョングクが様々な音楽ジャンルで成功できるという証拠です。その後、Never Let Go! は、 日本のビルボードチャートでわずか3週間しかランクインしなかったにもかかわらず、ジョングクのディスコグラフィーの中で最も重要な曲の一つであり続けています。この曲は、世界中のファンの限りない愛への感謝の印として、お互いの手を離さないというメッセージを凝縮した、ジョングクのファンへの心からのトリビュートです。チャートを席巻したメイン曲に加えてジョングクには、 日本のビルボードチャートで長く続かなかったものの彼の全体的な業績に貢献した曲がいくつかありました。Webtoon 7 Fates の OST である Stay Alive は日本のビルボードチャートで2週間ランクインしました。この曲はジョングクの素晴らしいボーカル能力を披露し多くのリスナーの注目を集めることができました。その後 Too Much は 日本のビルボードチャートでわずか1週間しかランクインしませんでした。彼のリリースは常にファンの注目を集めます。同様に、My u と Still With u はそれぞれビルボードジャパンホット100チャートに1週間ランクインしています。短い期間にもかかわらず、これらの曲が日本のビルボードチャートにランクインしていることはジョングクのすべてのリリースが常にファンに期待されていることを示しています。 ジョングクはソングチャートだけでなく、ビルボードジャパンにもランクインしました。彼の人気と影響力、そして1年以上このチャートにランクインしていることは信じられないほどの異業です。これはジョングクのソロアーティストとしての人気が1曲や2曲だけでなく、ファンが愛し続ける高品質の音楽をリリースし続ける彼の一貫性によるものであることを示しています。さらに、BTS のゴールデンマンネは、 シーウェルミュージックアワーズでマイワンピックオンリーリワーズの K-POP ワールドチョイスアワードも受賞しました。この賞のニュースは2024年8月2日に発表されました。この賞は非常に深い意味を持ち、受賞者は完全にファンの投票に基づいて決定され、ファンベースの強さとアーティストへの圧倒的なサポートを示しています。これは、 ファンが憧れのアーティストにどれだけの支持と愛情を注いでいるかを反映しています。この賞を受賞したことでジョングクは素晴らしい才能だけでなく、堅固で熱心なファン層も示しました。この部門でジョングクは、同じく強力なファン層を持つイムヨンウン、イチャンオン、ユルインアイス、4択の5人の候補者と競い合いました。実際ジョングクは自身のグループである BTS を抑えて1位を獲得しました。 これは BTS での成功にもかかわらず、ジョングクが個人としてどれだけの影響力と人気を持っているかを示しています。この素晴らしい功績への報酬としてジョングクの広告がソウルの江南地区で最も象徴的な建物の一つに掲載されます。この広告はジョングクの成功の証であるだけでなく、彼を忠実にサポートしてきたファンからの尊敬と感謝の印でもあります。 韓国文化とファッションの中心地として知られるソウルはジョングクの広告でさらに輝きを増し、地元のファンだけでなく海外の観光客の注目を集めるだろう。それだけでなく、ジョングクは6年連続で韓流特別賞も受賞した。この賞は、韓流を世界中に広める上で大きな影響を与えたアーティストに贈られる。 この賞はジョングクが韓国文化を国際的に普及させる上でどれほど影響力があったかを示している。この功績に対する見返りとしてジョングクの名前で寄付が行われ彼の成功が社会にもプラスの影響を与えていることを示す。受賞のニュースが報じられると、様々なソーシャルメディアプラットフォームでジョングクへのお祝いのメッセージが殺到した。ファンは誇りと喜びを熱心に表現した。 最も目を引くメッセージの一つはジョングク、おめでとうだった。これが才能と影響力と呼ばれるものだ。数字だけでなく、次々と勝利、誰もが理解できるわけではない。このメッセージはジョングクが K-POP 界に与えた影響の大きさを物語っています。ファンはジョングクに新しいニックネームも付け彼を私たちの誇りであり K-POP の王と呼んでいます。これらのニックネームは、 ファンがジョングクをどれほど誇りに思っているか、そして彼が K-POP 界最大のスターの一人として認められていることを示しています。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。どう思いますかコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。